ホーミーズ。朝帰りボーカルの筋子です。今日はギリギリ許される宿題を忘れた時の言い訳で夜にかけるを歌いたいと思います。宿題を忘れがちなみんなの心に寄り添えるような替え歌が歌えればなと思っております。聴いてください。夜にかける。やったけれど忘れてきました。飼ってるヤギに食べられてしまいました。2分で飽きちゃった。俺にプリント配られなかった。アフリカの子供たちに寄付しました。ゴキブリ出て戦ってた。噛みアレルギーなんだ。先生の説明が悪かった。ポケットに入れたまま洗濯しちゃいました。斉藤さんしてたんだ。この様子 TikTok に載せていいね。稼ぎたくてさ、こないだのこと後で校長先生に全部バラしますよ。宿題を出さないとどうなるかという実験です。シャーペンに切る握力がなくて、やるかやらないかは俺次第しょ。俺が宿題忘れたんじゃなくて、宿題が俺を忘れたの。忘れてしまいたくて忘れてきました。お母さんがやるなと言ったから、俺の脳みそ活動自粛中なので普通に面倒。私も字読めない。こんなんで怒る君が嫌いだ。フィンランドでは宿題ないらしいよ。法に触れて悩む。三色チーズ牛丼の温玉付きをこぼしちゃってちょっと。実は宿題って意味なくて幸福度下がると言われてるの。1問目も2問目も3問目も何言ってるかわからんのよ。もしこれが俺ではなくて橋本かなが忘れても同じように怒れます。もう一度言いますけれど橋本かなでも怒れます。あほらまたもこみちにオリーブオイルかけられた。宿題提出ボックスに身長が届かない。真剣ゼミしかかった。朝食として食べました。集めると思ってなかった。朝目が覚めたら髪がなくなっていた。今日の先生いつもより綺麗だ。僕の人生のスローガンは好きなことで生きていく。靴を舐めるので許してください。そんなに興奮しないでください。やってほしければ2億ください。これさパワハラだよね。宿題やらなくても理解できるので、わかりました、もう学校やめます。心汚い人には見えないらしい。シンプル土下座、もしも怒るなら刺しますよ。とりあえず白紙で出してみる。